あの俺の中で日本地球で一番美しい海文っていうのがあるんやんか、うん、あの美しいっていうその海文としてのクオリティじゃなくて、うん、テンションが上がる海文、はい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 、海文って逆さから読んでもいいです。新聞紙。あ、それは海文。海文っていうのか。それ何かというとな、あの AV の中でふと出てきた言葉なんやけど、うん、素人の女の子がなんか混浴の温泉に入ってて、うん、そこになんか男が来て、なんやなんやよ分からんけどごちゃごちゃしてるうちになんかあのセックスするっていうのを一応固定の盗撮カメラ、まあ盗撮の体で多分盗撮ではないんやろうけども、うん、でその女の子はなんか福岡の子なんよ。うん、でめっちゃその方言が可愛いんよ。語源化ところで。こんなことしてなんとかです点検みたいな福岡の子で方言萌えや方言萌えの子がまあごちゃ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 盛り上がってきてこうまさにチンチンを入れようとした時に福岡の子やからカタカこれ地球で一番美しい怪文いやカタカ長いやつ想像してたわなんかもっと長かわかいな怪文ですよ怪文の文章が長いやつあお菓子が好き好き東川みたいなねえそれ怪文のこれ怪文マジで長い怪文で言うと今調べてる森博氏やんねミステリー小説家が全然知らんあの一時ツイッターとかでやってたけど読むで、うんうん、住まいは田舎がいいあそれ知ってる森と日だまりで人寝入り、うん、飛ぶ鳥稲と日照りまだ一人もいいが家内はいますすごいねそれ海軍これ海軍なんね、うん、面白いよねうんまあそんなことで何のこんな話なんだっけ急に言い出したからびっくりしたあないな、ないな